あんた女だったとはね。女か。何がおかしいのよ。何なのお前。キメラだ。それ以上でもそれ以下でもない。それにしても魔女ってのも大したことないんだね。あそこの老人と同じさ。なんたる屈辱。なあ魔女、ゴーストアームを知ってるよな。ゴーストアーム聞いたことがある。自らの体を使って技を繰り出す禁断のアーム。まさかあんた。そう、その使い手さ。ハウリングデモン。人間じゃない。そうだ、私は人間を捨てたのだ。絶対に幸せにするよ。あの日、瀕死の俺をお前が助けてくれたあの瞬間、俺は誓った。マルコ。こいつじゃ。こいつがチェスの残党じゃ。マルコ。チェスめ、抜け抜けと。やめて。マルコを連れて行かないで。戦争はもう終わったじゃない。終わってなどいるものか。わしらの戦争は終わっておらん。憎きチェスの残党を皆殺しにするまでは。元チェスの人間だったことは知っていたが構わなかった。私はその男を愛していたんだ。どうかあの人をマルコをお救いください。こいつがマルコさ。いや、あの男はチェスの残党について何も喋らなかった。今度はお前を連れて行く。聞いてるんだろう、あいつからチェスの残党、仲間のことを。吐かせてやる。どんなことをしてもな。へえ。さあ吐け。吐くんだよ、私の息子を殺したチェスの居場所を。さっさと話した方が身のためだぜ。いや、何ヶ月もの間、私は地獄の日々を送ってきた。だがある日、私はその地獄から逃げ出すことに成功した。でもね、その時はすでに。いや、絶望したよ。私はマルコを失ったばかりか、女であることさえ失っていたんだ。民衆たちが
そんなことを本当なんですか、アランさん。ああ、残念ながらな。一部の連中がチェスへの憎しみからやったことだ。俺も聞いてはいる。同情するかい？いい気なもんだ。だけどね、同情なんていらないんだよ、クロスガード。生地心なんてものがあるから痛いのさ。失ってしまえばどうってことはない。今の私には憎しみこそあれ、痛みはない。いたぶられるより、いたぶる喜びを知った今はな！お前、素晴らしいシックスセンスを秘めている。どうだ、チェスに入って豚どもを殺していかないか？お前をいたぶり、もてあそんだ民衆という名の愚かな豚どもを。所詮能力のない人間などただの家畜に過ぎんのだ。このゴーストアーム、お前のようなものにこそふさわしい。その後修練の門に入った私は死に物狂いで戦ったのさ。女を捨て、人を捨て、心を抹消するためにな。強くなれ、そして名前を捨てろ。今からお前はキメラだ。我が名はキメラ。そしてゾディアックになったってわけ。